パパ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 ラパパ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 ラパパパラパパ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 パラパラララパパポン。はい、インスタグラムで話題騒然グミ甲子園でございます。なっとるかい言うてね。いうことで本日は3回戦、今日も対戦校を選んでいきます。グミ甲子園本日は2回戦でございます。お、これどっしりしてるな。これでいこう。じゃじゃん。お、またハリボー出た。なんてやねん。こちら、なにこれ、贅沢マンゴーグミ。決まりました。グミ甲子園2回戦、結果は出た。甘露のピュレグミ。そしてそして、甘露のピュレグミと戦うのはどのグミでしょうか。よし、これでいこう。あー、フェットチーネグミ来た。フェットチーネグミ来ました。さあ、それでは3回戦、甘露のピュレグミ VS ブルボンのフェットチーネグミの対決でございます。まずは先行、甘露のピュレグミからいってみましょう。ピュレグミのね、これね、ダブルピーチ味って言います。キュッと果肉食感、ちゃんと果実な甘酸っぱさってね、そんなこと言われてもって感じですよね。ちゃんと果実な甘酸っぱさ、うん、何言ってますのみたいなねえ。いやけど、それを感じられるのかどうかってことで、ダブルピーチですから、いきましょう。ダブルピーチ味まいります。コラーゲン&ビタミン C 入り、いただきます。うん、外にある砂糖の粒々がちょっとね、酸っぱい系なんですけど、中にちゃんと確かに2つのピーチを感じます。ダブルピーチ味、キュッと果肉食感、ちゃんと果実な甘酸っぱさ、ピュレグミ美味しいかも。対するブルボンのフェットチーネグミ、ねえ、フェットチーネカシスオレンジ味ということで、お酒みたいな味なのかな。お酒は使用しておりませんって書いてますんで、安心ください。グミ好きの皆さん、お子様も食べれます。まあ、もうフェットチーネグミ言うとね、あの硬さというか、アルデンテな弾むね、噛み心地ということで、グミ好きには人気のグミだと思うんですけども、早速このカシスオレンジ味初めて食べるんで食べていこうと思います。いきます。そう、こんな感じね、特徴的なこうちょっとね、あの短いパスタみたいな、フェットチーネグミカシスオレンジ味、これこれ、うん、美味しい。もうちょっとさっぱりしたからカシスウーロンにしてください。いや、そういう話じゃないけど、美味しいねこれ、うん、キュッと酸っぱい、うん、あ、美味しいね。これ食物繊維も入ってんのよね。うん。コラーゲンがね、グミは取れるということでね、美肌にいいと言われておりますけどね。このキュンと酸っぱい、このパウダーと噛み心地がアルデンテです。さあ、それでは、3回戦、甘露のピュレグミ対、ブルボンのフェットチーネ。両方、周りにパウダーがついてるのが特徴のグミでしたね。3回戦、勝者は、でけ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 ピュレグミでした。なんかね、このね、なんでこっちが勝ったかっていうと、このダブルピーチ味っていうところがね、おしゃれやなって思ったのが一つでね、味も同じピーチなんですけど、なんかね、ちょっと表情の違うピーチの味がするんです。でね、このね、ピュレグミって結構周りが本当にね、酸っぱいんですよ。その割に中がちゃんとこのね、2種類のこのカラーの味にちゃんとね、まとまってるところがようできてると思います。甘露さん、ピュレグミ美味しい。グミ甲子園第4回戦、対戦校を選んでいこうと思います。今日は、これに対するはこちら、これ出た。